初代、吉沢彩目から1729年8月9日は、元の区から享保にかけて、大阪で活躍したお山の歌舞伎役者。野号は立花屋。拝名に春水。本生は斎藤。通名を、立花屋県七といった。木の国の中津村の生まれ。5歳の時に父を亡くし、その後道とんぼりの芝居小屋で色子として抱えられ、吉沢彩之助を名乗った。 はじめ、シャミを仕込まれたが、丹波亀山のすじめ正しい合詞でう得の人として、知られた立花屋五郎左衛門が悲喜となると、その強い勧めでお山としての修行を重ねた。後年お山として大成したあやめは、この立花屋五郎左衛門の恩を一生忘れず、野豪の立花屋も彼にあやかって、用いるようになったという。後工場の名手、水島四郎兵衛方に身を置き、初代、 嵐三衛門の取り立てで、若仕方として、舞台を踏む。元六五年に慶に上り、元六八年に、太夫の号を取得して、吉沢菊之丞と改名。元六十一年には、京成朝間学での京成三浦役が人気を博す。聖徳三年十一月江戸に下り、翌年十一月に帰京。その二年後には、役者評判期、三賀。 壮ゲートで高い評価を受ける。教法6年には立役に転じて、吉沢県七を名乗るが不評でお山に戻る。この前後に吉沢あやめを名乗ったと言われているが、詳細は不明。教法13年隠居、翌年死去した。初代あやめは、舞台だけでなく日常生活でも常に、女性を意識していなければならないと門人に教えていた。例えば、 食事をするときは、皆から離れて一人で食べなくてはいけない。食べているときに男になってしまったら相方の役者がどう思うか、そこまで考えなくてはいけない、という徹底したものだった。初代の、こうした、芸団は、それを直に見聞きしたという狂言作者の福岡いよいよ、ご四郎が晩年に後日、この他にも数人の役者の芸団を加えて、 役者論語という一冊の本にまとめられた、同書のあやめ草の章を参照されたい。ありがとうございます。